はい、久しぶりにゲームやります。ファイアエムブレム無双風化殺月、続きやっていきたいと思います。前回が終わった後にちょいとこうね、育てておこうと思ったんですけど、今生かしてくれないんですよ。だ結局この基地の作業を手伝おうやらなきゃいけないみたいなので、悔しいけどやってきます。どこだ、こっちの方だったよね。いたいた、こいつか。生活管理官、何してる人。ここでは基地内の作業を手伝ってくれる者を募集している。互いに気持ちよく過ごすためにもみんなの協力をお願いするよ。はい、仲間と一緒に全焼基地の作業を手伝うと支援値と士気が上がります。作業にはいくつかの種類があり、仲間にはそれぞれ得意不得意があります。作業が得意な仲間と一緒に作業を手伝うと高い評価を獲得しやすくなります。で評価が高いと支援値が上がります。主人公以外の仲間同士の支援値が上がりやすい。なるほどね。報酬書で、あ、名声値はここなんだね。なるほど、じゃあやってみましょう。何か手伝ってくれるのか。何、あ、作業に向いてる人がいるね。じゃあ食料の在庫管理をマリアンヌと、あ、マリアン、ん何これ、あ、一緒に作業する相手をマリアンヌと、あと何でしょうか。選べんだ。あ、クロードとレオニーは不得意なのね。じゃあマリアンヌとどうしようか。ちょっとひ弱そうなこの3人で行ってみようか。行ってみます。二人とも頼んだぞ。お力になれるか分かりませんが。わかりました、僕もやります。なんとも心もとない2人だな。あ、グッと。でこれで支援値と、あ、士気が上がったのね。で名声値を1獲得ね。で士気のゲージの段階のうちで敵には、あ、与えるダメージが上昇します。これは上げといた方がいいな。戦闘中に HP が0になったキャラクターは士気が1段階下がりますと。あ、で次のエピソードに進むと初期状態に戻ります。じゃあ最初に上げといた方がいいのかな。で名声値は、あ、交換できるやつあったね、実質にね。なるほどね。ありがとう、とっても助かっちゃった。作業は私、お茶でもしない。出た、お茶会。あ、でももう食事の時間かな。そういえばあなたって傭兵生活が長いんだよね。いつもどういうご飯食べてきたの。自作が基本と答える。どういうご飯って言ってもな、自分で用意して自分で食うのが普通だし。なるほど、全部自分で。それは興味あるな、私も一緒に食べたい。いいでしょね。これは一緒にご飯食うイベント。あ、食材ならもらったものがあるし、これを使ってお願い。アルビネシ、魚かな。でここは今どこ、 あここじゃなくてこの奥に調理場があるから、ここで料理しようってね。これもあったね、風化雪月でね。で食堂では仲間に料理を振る舞うことができます。で食事効果がありますと、仲間全員に対して効果を発揮、エピソードクリアまで有効と。で一緒に食事する相手は2人選べ、士気とお互いの支援値が上がります。あと料理ね、好きがあるらしいね。調理評価、そんなのもあるの。空腹は一番の敵です。まあまあやってみましょう。何がいいかな。じゃあニシンの土鍋焼き行こうか。さっきもらったやつちょうど使えるね。で、あ、レオニーが好き、リシティアとシャミアが嫌い。じゃあどうしようかな。じゃあさっきヒルダが欲しいって言ってたから、ヒルダ入れてあげようか。はい、見てるだけだよ、うちの2人。とかそうか、藤子自炊できるのか。結構ちゃんとやれるやつじゃん。まずまずの味だな。え、次は一工夫。何それ。入れてみるか。え、あんまり出来良くなかったってこと？ありがとな。私これ大好きなんだよ。気が利くのは認めるけどさ、もうちょっと料理の腕を上げてくれてもいいかも。すげえ、こいつらムカつくな。文句多いな。で。
あ、仲間と交流すると交流回数、あれ交流に入るのか。じゃあ2回使ったからあと1回残ってるってわけか。すごい。お前さっきけなしてたじゃん。何が期待以上に欲しかった、ありがとうじゃないよ。きっとみんなも元気が出てたと思うな。料理に限った話じゃないけど、誰かに何か送るのっていいわよね。そういえば前の戦場で何か拾ったでしょ。ああいうのも贈り物にいいかも。なんか拾ったっけ。贈り物、クロードでも渡そうか。贈り物、あ、贈り物にも好き嫌いがあるのね。好きなものほど支援値が高くなります。道具屋で買ってプレゼントだな、本当にな。じゃあクロードがいるのはあそこか。じゃあクロードに渡しに行きますか。お、いたいた。さあ贈り物をあげる。あー、なんか拾ったね、確かに。あ、悪いな。あ、士気も上がるんだね。あ、これだけ。いろいろと忙しかったな。そろそろ次の戦場に向けて動くか。というわけでこれで動けるってことか。実はな。お、新しい情報が入った。みんなにまとめて伝えるが、帝国が中央教会の権威を否定する声明を出したらしい。中央教会を否定、どういうことだ。つまり簡単に言えば、エーデルガルトが大司教のレアさに喧嘩を打ったってことさ。ざっくり言ったな。中央教会は自分たちの都合のいい教義をフォドラの民に押し付け、権威を傘に着て各国の政治に介入し、長年私腹を肥やしてきた。そんな教団を認められるかってね。なるほど、その主張の真偽はさておき、同盟は無関係ってことになるのか。いや、そうはいかないだろうな。中央教会の総本山はガルグマクだ。そこに攻め入るには同盟領を抜けて進軍するのが一番早いわけだが、現時点で帝国からは何の相談もない。強行突破するらしいつもりなのさ。エーデルガルトは同盟王国も潰してフォドラを丸ごと作りたい、変えたいのかもな。やってくれ。しかしそれを黙って認めてやる筋合いはない。攻めてくるなら交戦あるのみだ。なるほど、っていうことですね。じゃあこれでもういけるのかな。ちょっと行ってみようか。どの戦場に向かうんだ。あ、ようやく行ける。で次はここに行くかここに行くかってなってるね。そしたらまあやっぱ敵レベルの低い方から先に行こうかな。はい、先遣隊との合流。同盟軍の先遣隊が族らしき一軍に包囲された。直ちに救出し合流し戦力を保持しよう。じゃあこれ行ってみましょうか。さあ絶好調。戦闘に出撃しなったキャラクターは絶好調状態になる場合があります。絶好調のキャラクターを戦闘に出撃させると経験値獲得ボーナスがありますと。なるほどね。戦闘に勝利すると解除されるから、絶好調の、あ、このマークか、絶好調のやつは出してった方がいいってことか。なるほどね。まああとはまあいいか。うん、なんとなくまあ支援値上がりますよっていう話だったね。じゃあユニット入れ替えで、あ、絶好調じゃん。じゃあ絶好調はちゃんと出してあげるのか、出あげないといけないのかな。よし、じゃあ戦闘、身支度も済んだので戦闘開始していきましょう。戦いが始まるな。あの人を助けないと。皆さん行きましょう。この劣勢だ、無茶するなよ。でとりあえずここか、こいつら友軍を助けろと。じゃあリシティア任せてください。護衛にするか。で護衛こういう感じね。でじゃあイグナーツ行くか。味方の援護に回ります。あ、でも多分イグナーツだけ行かせるの危ないかな。ちょっとイグナーツ一緒に行くぞ。よっしゃー、来たー。よし、行くなって行くぞ、こっち。
こっちだ。行くぞ、イグナーツ。いったー。おー、それでも死なねえ。よし、いったー。私の出番。こっちはなんとかなりそうかな。僕の番か。あれ終わっちゃった。代わりに行きます。おい、どこ行った。おい、ここだ。よし、どこだ。よし、どこだ。どこだ。あれだな。よし、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 オッケー。じゃあ宝箱取りに行きまーす。あ、しまったー。宝箱に必殺技打ってしまったー。何やってる俺。オッケー、じゃあ俺に任せとけ。ここ行くか。でその間にやっとくぞお前ら。はい、終わり。強かった。無事救い出せたか。何よりだ。いや、リシティアも強かったね。いい感じよ。さあ、まあ何でもないミッションだったので、多分ね、さささささっとね、カットしたと思うんで。さあ、交流回数が1個増えたね。で、ミルディン大橋に進行可能になった。メインクエストクリアすると物語が次のエピソードに進み、このエピソードの調査地点は調査できなくなります。おー、やばいなそれは。また訓練回数と交流回数が残っていても次のエピソードに持ち越せません。メインクエスト出撃する前にやり残したことがないか確認しましょう。なるほどね。少しいいかね。お、今度はローレンツから お声がかかったね。じゃあちょっと ローレンツの話を聞いてみよう。みたいだぞ。先の戦いで何やら使えそうな資材を回収していただろう。お願いし、それをぜひとも施設の拡張に役立ててもらいたい。どうかね。まずは施設管理官に会いに行くのだ。やり方は彼が教えてくれるだろう。なるほどね。施設強化をするといいと。何がどんないいことがあるんだろうね。聞いに行ってみよう。この人か。ここでは資材を消費して各施設の拡張を指示できます。施設を充実させ万全の体制で出撃しましょう。なるほどね。全勝基地レベルが上がると訓練回数と交流回数の基本値が増加します。これはありがたい。ああ、なるほどね。施設のことなら何でもお申し付けください。わあ、どうしよう。訓練場、生活区、商業区。これは商人が商品が手に入るのかな。じゃあどうしようかな。まずはじゃあ訓練場から行こうか。うわ、
ツリー製になってる。じゃあまずはこれかな。さまざま、訓練スロットが4個になる。なるほどね。あーもう物が違うんだ、普通の建築資材。あーなるほどね。あで、あーここ欲しい。上級職に就くための兵士獲得。なるほどね。スロットが5個。設備道具の質上げ、維持費用を減ら、維持費用。ああなるほどね。レベルアップの消費金額が下がる。なるほどね。ここはいけるな。料理を振る舞うのメニューが少し増える。なるほど。でメニューが増える。調理が成功しやすくなる。作業を手伝うが成功しやすくなる。なるほど。ラスト商業区、長めだったまあこれはまたおいおいやっていきましょうか。なるほどね。お越しください。施設を拡張するための材料は制圧した地域を調査すれば手に入手できますよ。新しい地域に進軍して制圧できた時には積極的に調査してみてくださいね。なるほど、こうやって施設を充実させていけば戦闘の準備が念入りにできるな、っていうことか。なるほどね。どの戦場に向かうんだ。ではじゃあここちょっと回収してみていこうか。おい、あこれでいけるじゃん。ゴールド、うん、で護衛兵の招集。ああこれは作戦か。なるほどね。じゃあ一回ちょっと敷地戻るか。焦らず準備してくるといい。でこれで拡張できる機能がありますと教えてくれるから、何でもお申し付けください。これを増やすとこれで販売するものが増えるのね。なるほど。おー安くなるとかそういうことか。武器の販売が増える。あ食材の販売が増える。なるほどね。こうやって増やしていくのね。 OK わかりました。またご用がありましたらお越しください。あ受け取れる報酬があるぞって言われてる。成果はあったのかい。あ中級試験パスね。あとこんなもんか。なんか名声値とかは、名声値とかって、あじゃあ名声値はなんか実質だったな。ちょっと実質行ってみようか。そこじゃねえ、どうだっけ、あるか。実質ここに名声値の交換があった。3ポイントから今は1ポイント全然持ってねえじゃん。じゃあこれはまだまだだね。じゃあ何かやってくるか。じゃあお手伝いする。どこだっけお手伝い。あここだ、生活管理官。じゃあお手伝いしに来ました。何か手伝ってくれるのか。ん施設の拡張。あこれはこれか。さ何行こうかな。さっき前回マリアンヌやったから、じゃあヒルだとラファエルか、行ってみるか。だとラファエル。お二人とも頼んだぞ。私仕方ないか。いいぞ、腕の筋肉なら楽勝だぞ。え筋肉使う仕事してないぞお前。あパーフェクトが出た。パーフェクトだと名声値 ×2 なんだね。なるほどね。あで支援レベルが上がると支援会話が見れるんだね。で支援レベルが上昇すると副官を配備した時に有利な状況になると。あースキルレベルまで共有できるってなんかすごいね。いろんなものが共有できるんだ、これ面白い。じゃあついでに調理ぐらいやっとくか。空腹は一番の敵です。さあギャーペツの丸煮込み、誰がでもどれがいいかな。誰との相性を上げたいかだよな。ジャガルトクリームゾエ、あ結構これみんな上がる。ローレンツ、あシャミア、シャミアとあげたいな。シャミア何が好き。シャミアの好きなもの、ザリガニのフライ好きなやつがいねえじゃん。シャミアの好きなものがない。
あ、でもこの辺全然作れないからな。まだまだだな。じゃあザリガニでも食っとくか。じゃあローレンツとシャミア嫌いなの。俺シャミアさんと仲良くなりたいのに。ダメだ、シャミさん何にもダメだ。あ、これまでいけんな。じゃあシャミアとローレンツ行こうか。まあ煮込み料理ばっかりだからその鍋なのかな。なんか焼き物とかだと鍋変わったりするのかな。手順通りできたぞ。味もかなりいい感じだ。あ、やっぱ出来栄えって違うんだね。傭兵同士気を使わずに済む飯はいいな。隣に貴族いるけどな。この僕にふさわしい上質な料理だ。君の心遣いには感動すら覚えるよ。なんかローレンツの飯との飯ってめんどくさそうだな。こいつ結構ケチつけてきそうだけど。お腹が減ったらまた来てください。おう、支援なんだっけ、支援会話がありますって言ってるな。ちょっと支援会話も一応見とくか。これだね。あ、ローレンツ一番最初に仲良くなったからなのがローレンツかまあいいか。おや、誰かと思えば君か。ちょうどよかった。何か俺に用でも。いや、一度ゆっくりと話をしたいと思っていたのでね。まあ楽にしたまえ。言われなくても楽にしてるが。君は羊が曖昧らしいね。おまけに由来不確かな力を持っている。そんな君を前線の指揮官に起用するとは、クロードも思い切ったことをするものだ。そこまでのことじゃないだろ。おや、理解していないようだね。君が置かれている得意な立場というものを。レスターでは諸侯がそれぞれ騎士を抱え、諸侯の意を受けた騎士が兵を動かしている。しかし君は騎士でもない、ただの傭兵だ。それが誰にも使えず兵を動かしている。まあ、このレスター諸侯同盟では珍しいことなんだろうね、誰にも使えてないっていうのが。まあ確かにそうだよな、誰にも使えてないやつが勝手に軍を動かしてんだもんな。おかしな話だよね。使えちゃいないが、名手の指示に従って動いてるんだから問題ないだろう。なあ、問題ないとも。君は優秀だし、実に勇敢に戦ってくれている。しかししかし、本来レスターの民を守る役目は貴族のみに課せられた責務なのだよ。ローレンツは本当に貴族としての誇りが高いよね。まあ、貴族はこうあるべきだみたいなのが強い人だよね。君のような素性不明の傭兵上がりに頼るなど、屈辱と取る貴族もいるだろうね。ふーん、傭兵を雇って戦わせてるのも大体貴族だけどな。だが聞くところによれば、帝国では平民出身の指揮官が増えているという。人材不足が否めない今、同盟でも帝国に習い平民の取り立てを増やすべきなのだろう。その辺はなんか融通聞く感じなんだね。そうなれば特段君を気にする必要もないということになるだろうな。話が見えないな。気にする必要がなくなるならそれでいいじゃないか。とはいえ、平民を守るという貴族の責務に何ら変わるところはない。君は羊がわからないとはいえ、現時点では孫うことなき平民だ。つまり君は本来は守られる側の人間。無理はせず、困ったらこの僕を頼りたまえああ、遠慮なく頼らせてもらうよ。ローレンツは優秀だし、貴族に顔も利く。まあ、ローレンツなりのなんか、まあ正義なんだろうね。平民を守るのは僕なんだっていうね、覚悟にも見て取れるけど。それにしても、文句を言いたいだけかと思ったら親切で言ってくれてたのか。最初の前半は確実に文句だったと思うけどね。親切？僕が君に？面白いことを言うじゃないか。いいかい、
僕は名門グロスタール家を継ぐ貴族の中の貴族なのだよ。頼れと言ったのは親切ではない。平民は平民らしくあれという話だ。それがこのフォドラのあるべき秩序というものだからね。それは俺が秩序を乱してるってことか。結局文句を言いたいのか。それも違う、断じて違うぞ僕がそんな器の小さな人間に見えるか。今見えてる。君の能力は認めるが、平民らしくあれと、それだけの話だ。理解してくれただろうね。ああ、お前の言いたいことは分かった。気には止めておくよ。一応な。とにかく俺は戦うために雇われた傭兵だ。これ以上の気遣いは無用にしてくれるか。気遣っているわけでは。いや、もういい。また改めて語り合おう。ということで、これで支援レベルが上がるんですよね。まあ支援レベル上げるのは、いちいちこれをね、全員分聞かなきゃいけないっていうことなので、これ全員分用意されてんだよな。クロードから対する他の人たちとかね。いやー、これは大変だ。まあちょっと全部見ることはないと思うけどね。な、誰か一人ぐらいね、追ってくといいかな。ローレンツは追いません。マリアンヌかな。マリアンヌか、まあ、あたり、クロードあたりを追ってくと面白いかなと思います。じゃあ今回はこんなところで終わりにして、まあ次回、まあ続きですかね。シングマップっていうのすぐ出れるのいいね、これね。こうやってね。で、じゃあ次回このね、残り1個残ってるとこね、まだあるので、ここやって、ここね、メインクエスト行きたいと思うんですが、レベル9か敵。いやー、ちょっとバカしね。こっちさっきさ、戦った時4とか5だったからね、勝てたけど、まあちょっとそれではレベルが心もとないので、まあ次回までね、少しレベル上げしておきたいと思います。では今日はこんなところで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。